ゴムが硬くなって、なかなかベタベタしすぎて使えないね。ちょっとしたグリースをここら辺に少し塗れば全部解決になります。ほんの少しでこれ塗るとこの横に塗りますと、これで楽に貼ります。これ使います。もう少し塗ると、もっと動きが良くなりますね。これバッチリ。これでもういつまでもボール再生で使います。